東海大学附属相模高等学校、中等部は神奈川県相模原市南区に所在する東海大学、附属中、高一貫校。野球、柔道、ラグビーテニス、吹奏楽、サッカーバレー、剣道などの競合校としても知られる。一般的な略称は、東海大相模であり、全国に14ある附属高校の中で、最も知名度と実績がある上、 全国的な知名度の高さを誇る。最寄り駅は小田急小田原線小田急相模原駅か相模大野駅で江ノ島線に乗り換え、すぐの東林間駅からも通学可能であり、自転車でも通学できる距離である。同一敷地内に併設の中東部が存在し、施設を共用する。東海大学のメインキャンパスである湘南キャンパスとは、 小田急線と徒歩で1時間ほどの距離にある。公式サイトにて小田急小田原線小田急相模原駅より徒歩8分。通学時間は数多くの生徒で混雑する。また、敷地外の道を挟んで反対側は座間市である。同校は大学付属高校であるため比較的進学率が高い。8割強が東海大学に進学し、 残りの2割弱型大学進学もしくは未定である。近年では、文部領道をモットーに勉学と部活動の両面から学校改革が進んでいる。2006年に1号館の改修工事を行い、手洗い場と生徒用玄関は自動照明となり、手洗い場については自動推薦となった。しかし、各学年12クラスから13クラスというマンモス校であるが、 ギリギリのキャパシティである。中学校の校舎は別にあり、高等学校とは2号館を介して2つの渡り、廊下でつながっている。施設は充実しており、ナイター完備の野球場、テニスコートをはじめ大規模な体育館、柔道場などのスポーツ施設が整っている。その他にも大ホール、小ホールといった文化の面でも施設は充実しており、数多くの部活動が活用している。 施設の建設から数十年経過する一号館など、近年は老朽化が著しく進行している施設があり、それに伴う改修工事が、夏休みの授業の行われていない間に進められて、きたが2012年の空調設備の全面取り替えは、夏休み期間では終了しないため、7月から9月にかけて行われている。中東部、高東部ともに、 自動冷水機や自動、食券販売機などが備わっている。食堂、売店は中東部と高等学校で共有している。春、夏ともに甲子園で優勝経験がある。1965年に福岡の三池工業を夏の甲子園を初出場初優勝に導いた原三つ監督に招き、1970年の 第52回全国高等学校野球選手権大会で優勝。1974年には息子達のとの親子高で全国大会に出場しベスト8に進出して活躍した。なお、この56回大会は金属バットの使用が導入された大会であった。2000年の春の選抜では地区代わりマレアを擁して初優勝。試行の大器も手にした。 総武当初は夏の甲子園常連校であったが、近年では春の選抜の出場が多く、夏の選手権神奈川大会では毎年のように上位進出している一方、あと一歩のところで優勝を逃し1978年から2010年までの33年間夏の甲子園に出場できなかった。そのことから神奈川高校野球の七不思議の一つとも言われていた。 大田康氏示せを擁した2006年から2008年にかけては3年連続で神奈川大会の決勝で敗退。しかし、2010年は投げの123進不とし田野大城拓造、田中春太郎を擁し33年ぶりに夏の甲子園に出場、甲子園では3回目の準優勝となった。2011年代83回選抜高等学校野球大会で、 11年ぶり2回目となる春の選抜優勝を果たした。この大会では、大会新記録となる、大会通算最多安打、大会通算最多塁打、一試合最多満塁本塁打、などの記録を残した。2015年は、左右の WS を要し、第97回全国高等学校野球選手権大会において、夏の大会では45年ぶり2度目の優勝を果たした。 今まで獲得した全国タイトルは、計5回を誇っている。国民栄誉賞受賞者、オリンピック金、メダリスト、世界選手権金メダリストなど多くの柔道家を輩出している、柔道部は2010年まで、約3年観光式戦無敗記録インターハイなど、高校柔道三大大会の総合優勝回数は、全国トップである。また、 アーチェリー部も2005年にインターハイ団体優勝を果たしている。その他にも剣道部やテニス部など全国レベルの部活が数多くある。近年サッカー部も全国レベルの部活動になりつつある。文化部では全国大会出場経験を持つ吹奏楽部は部員数が学内で一番多く活発的な活動を行っている。2012年には笑ってこらえて マーチングの旅にて全国放送された。また、中東部の吹奏楽部は東関東大会出場経験がある。男子バスケットボール部は全国大会初出場にしてベスト8に進出した。プロ野球、編集アマチュア野球、編集野球指導者、編集柔道、編集剣道、編集格闘技、編集相撲、編集テニス、編集ラグビー、編集サッカー、 編集自転車競技編集ありがとうございます。